報告を求めます。国土交通委員長赤間次郎君。ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会における審査の経過及び結果をご報告申し上げます。本案は船舶交通の人の安全を確保するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、第一に海上保安庁長官は、異常気象等により船舶交通の危険が生ずる恐れがある等の海域にある船舶について、当該海域からの退去などを勧告し、または命令することができることとするとともに、船舶が安全に航行等を行うために必要な情報を提供するなど、異常気象等に際して船舶交通の危険を防止するための措置を講ずること、第二に海上保安庁が管理する航路標識について、海上保安庁以外の者による工事等に関する承認制度を創設するとともに、海上保安庁長官に協力して、その工事等を適切かつ確実に行うことができる法人等を航路標識協力団体として指定することができることなどであります。本案は参議院選議にかかるもので、去る5月18日本委員会に付託され、翌19日赤羽国土交通大臣から趣旨の説明を聴取し、21日質疑を行い、質疑終了後採決の結果、全会一致をもって原案の通り可決すべきものと議決した次第であります。以上ご報告申し上げます。採決いたします。本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は委員長報告のとおり可決いたしました。日程第4は委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。日程第4、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律案を議題といたします。委員長の趣旨